3連休明けは各地で気温が上昇して花粉の飛散にも注意が必要となりそうですね。はい、これまでは大陸の寒気の解説が主だったわけですけども、これから先にはですね、南の方から暖かい空気、暖気が北上してくるんですね。はい、これがかなり暖かい空気をもたらすことになりそうです。はい、今ご覧いただいているのは上空1500メートル付近の気温、温度になります。でオレンジ色、12度と言いますと地上近辺だと27、8度、ですからこの6度黄色がかかってくると15度ということになりますので、だいたいこの黄色から、ピンクのあたり、このあたりを注目していただきますと、南の方はもちろん暖かい状態になっているんですけども、時間を進めていきますとこの南の方にあった暖かい空気、このあたり中国大陸の南部のあたりから急にこう北上してくるのが分かるかと思います。12日以降ですね。で日本近辺にこの、高い温度のエリアがかかってくるというのがこの来週になるんですね。はい、で黄色6度以上、そして一部だとこの9度以上のピンクもかかるような状況になってきますので、このあたりではかなり日本近辺の気温は高くなるということになりそうです。はい、気温の方の変化、全国をちょっと見ていきますと、特にこの西日本方面での気温の上がり方というのが、大きいということになります。はい、大阪あたりをまず見ていきますと、月曜日までは11度12度、今の時期よりもちょっと高めということになるんですが、14日から見ていきますと18度台とか、いうのが出てきます。はい、もう非常にこう、ね、高い温度で、高知あたりを見ますと15日に20度というふうな、温度まで上がりそうですので、この来週の後半は春本番というような状況になってきそうですね。はい、で東日本や北日本方面なんですけども、東日本あたりでも東京で15日に19度、これ4月の温度ですね。こういった形になってきますので、西日本東日本を中心にかなり気温が高くなる、北日本も、それなりには高くなるんですけども、極端に上がるということではないですね。はい、ということで、来週は西日本東日本方面、相当気温が高くなる1週間だというふうに見ていただければと思います。はい、最新の気象情報についてはアプリウェザーニュースからも詳しくご確認ください。